何百億円持ってる、うん、人と、うん、まあ、飲んで、うん、すごい大金持ち、もうスーパー大金持 ち、何百億円よ、大成功者いないよ本当に、この辺にも、うんうん、何パー、スー、何パーだろうね、日本の人口の、いやもうトップ何位とかだと思う、その分かんない、多分そうだろうね、トップ何位じゃない、100位以内にも入ってきてるよね、うん、その人と飲んでさ、帰りがけにこうちょっとタクシー代みたいな、車代ありがとねみたいな感じもらって、まあ、1万円もらった、うん、まあ、お釣りもちろん返します、うん、もらったんだけど、そのパッてそのさ出すわけよ、うん、1万円を、うん、3人ぐらいいて、うん、パッパッパッって言って、すごいじゃん、僕らの感覚だったら絶対無理じゃん、無理だね、1万円をパッ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 って、うん、その後輩5人と飲んで、うん、後輩5人に1万円、おいタクシーで帰るよ、パッ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 、これ無理じゃん、これいくらなんだろうと思って、そう、その人の、その人にとっての、持ってる人にとっての1万円、1万円は僕にとってのいくらなんだろうっていうのを計算してみたんです、うん、僕、貯金0円です、うん、っていう、資産、まあ、僕は何百億か知ってるんで、その億円とこの1万円で、僕の0円といくらかっていうのをやったら 0.01 円だったんですよ0.01 円を配ってるんですよ、うん、ショック本当に恐ろしいな、ばらまけるんだけど、ばらまけるな、ばらまけるよ僕 0.01 円、 0.01 円か、それでなんか 0.1 円じゃないんだ、 0.01 円か0.01 円効果があったら僕ガシャってやってバーンってできる、やるね、それが1万円なんですよ、それフラワーとか作れそうだな、お金フラワーみたいな、まあ、全然やる、おって全然やるあるじゃん、やっぱそうなんだ、年収 7万5000ドルを超えると人間の子、7万5000ドルってことは750万800万円ぐらいかを超えると人間の幸福度は頭打ちになる、ほらやっぱり、うーん、多分一気にやりたいことバーってやったりするからじゃない、美味しいもんバーって食ったりするから、徐々にこうやっていけば大丈夫じゃない、ああなるほどね、あれだけは取っとこうみたいな、そう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 、そういう暮らしをしたらいいんだろうね、でもまあできないよね多分ね、っていうかさ買えるじゃん全部、買えるよね全部ね、でも自分のものにできるじゃん、うん、買えるって分かった時点でもう買わなくていいみたいな理論分かる、そう、うん、分かるよ、めっちゃ分かるよそのいつでももういいじゃん、それゲームもそうだから、ゲームももうクリアできる状態になった時点でクリアだから、もう分かる分かる、だからそのラスボス前でめちゃくちゃレベル上げて、うん、クリアせずにもう放置してる、分かる、超分かる、うん、それなんじゃない、だから楽しくないんだ、そういうことか、うん、